今っていつだっけ？いつってお前今は今だろだぜ。いやそういうことじゃなくて、まあ西暦で言うと2023年だぜ。けど本当に私らは2023年を生きてるんかな？またなんか言い出したのぜ。どういうことなのかぜ？ひょっとしたらその時代と思わされ過ごしてるかもじゃない？何の意味があるんだぜ。じゃあマリサは今が確実に2023年で、過去から連続的に続いてきてるって言える根拠あるの？根拠ってお前そりゃ生まれた時からの時代の流れを肌で感じてるし、街や世の中も時代を経るたびに変化してるからだぜ。ただそれは洗脳とかでそう思わせてるだけかもで、ひょっとしたらずーっと同じ時代を生き続けてるって可能性もあるよね？な、何が言いたいのぜ？実は地球と思ってる場所が全く別のところでわずかな広さしかなく、人類は一番良かったと思われる時代をずっと繰り返しながら、何も知らずに過ごしてるかもしれないじゃない。いやそれはないのぜ。なんで？なんでってお前他国では戦争してるし、今の日本は決していい時代とも言えないしな。まあ確かに。それで何に影響されたのぜ？いやー、実はメカと美少女という一大恐竜を作り、その OVA のヒットも相まって業界の可能性を示し盛り上げた作品、メガゾーン2-3を見返してね。だからあんなこと言ってたんだな。確かほとんどの人々が何も知らず80年代の東京を模した街に住み、ずっとその時代を繰り返してる箱庭的な世界観だったな。まあそんな感じだね。超時空要塞マクロスの多くのメンバーが集まり作られた質の高い作品で、三木本春彦さんのキャラに艶っぽく色気のある平野俊樹さんのキャラでさ、板のサーカス要素もあり制作陣もそうそうたるメンバー、マクロスに見られた美少女に音楽といったバーチャルアイドル的要素に、マクロスとは違いほとんどが地上で繰り広げられるストーリーが特徴的だよ。地上って言っても地上ではなかったけどな。それじゃ今回は一台のバイクからまさかの世界に繋がった。かなり SF 要素が強い設定が印象的な作品メガゾーン2-3を紹介するよ。おう、よろしく頼むぜ。舞台はまさしく1980年代の東京、青山トンネルや新宿アルタ、原宿ラフォーレやそのそばのクレープ屋、渋谷のスクランブル交差点やガード下から109が見える景色など、よくメディアに取り上げられたり多くの人が知る東京らしい景色に、街並みなんかは当時の東京をかなり模した雰囲気になってて、かなりの再現度だったな。制作として関わってたビクターが当時本社を置いてた原宿のキディランドの向かいにあるピアザビルも登場してて、しっかりテナントとして入り結構重要な役割をしてるとこも、そういうのいいなだぜ。それとともに主人公がバイトしてたマクドナルドの店内が登場してたり、ハードロックカフェがバイト先といった当時のオシャレっぽい場所がリアルに出てきてて、その部分はタイアップしてるからってとこもあるけど、走行する車やビルの看板など実在の会社名やロゴなどが使われ、コカ・コーラの自販機が登場して印象的に描かれたりしてたりも、まあまだ寛容性がある80年代のアニメ作品ってとこあったしだぜ。空気感や技術力もまんま当時のといった感じで、原宿はホコ天と呼ばれたいわゆる歩行者天国になってる描写もあったし、レトロ感もある道路を走る車たちに今じゃ見ない形状のビデオカメラ。ビデオカメラ自体今あまり使われないのぜ。スマホの性能も高くなってるしね。テレビはブラウン管でノイズが混じるように描かれ、劇中に流れる音楽は昭和歌謡っぽさも強い印象も、けど結構いい曲だったぜ。確かにすごく印象的だったしね。受話器にコードがつく電話や、ヒロイン含めレオタード着て踊る竹藤っぽいダンスも印象的だったし、竹藤はもっと後だけどな。BMW のことをベンベって呼ぶ今じゃ何のことを言ってるのかわからない。死語的なセリフもまたってとこあったね。昔じいさんがそんなこと言ってたようなだぜ。唯一とも言えるその時代にそぐわなかったのが、テレビ電話機能付きの公衆電話で、カメラを通してお互いの顔を見ながら話せる間合いまでは普通にできる機能だけど、受話器を下ろしてもそのまま話し続けられるといった当時では夢のような技術。どうやって切るのぜ？ボタンとかあるんじゃない？あとは主人公の友人が手に入れそれにより追われることになった超高出力の前衛的なバイクってのもだったね。まああれはイレギュラー的な存在でもあったしな。そしてこの作品はマクロスに似た劇中に登場するアイドルのミュージックビデオ的な要素もあり、音楽をメインに映像が展開されたり、かなりの頻度でその歌が劇中に登場して強いインパクトを与えてたけど、歌が軍事的プロパガンダにも使用されるなど、マクロスとは違った対照的な使われ方がされてたりもしてたよ。確かに軍服っぽいの着て歌ったりもしてたしな。ストーリーはバイクで走行中の主人公が警察に追われ、それを撒くために渋滞の中飛ばし歩道を走った時ヒロインとぶつかりそうになり止まり、誤り荷物を拾おうとする
ルも怒られ愚痴られることに。そりゃそうなるのぜ。彼女は急いでいるのに電車が止まり、最悪な状況でタクシーを捕まえるも、渋滞しててバイクの方が早いということで主人公からの誘いに乗り送ってもらい、ヒロインはノーヘルだったし、今じゃ炎上案件だぜ。そんな炎上した作品あったしね。そんな縁もあり、ちょっとナンパっぽく連絡先を聞くと別れ際に教えてもらい喜ぶ主人公。テルモって言ってたな。それもまた死後だね。彼女と別れた後、友人との待ち合わせの新宿アルタ駅、なぜか後方に回転宙返りで登場して駅ヨーヨーの彼、妙なテンションがあったのぜ。そこに設置されたテレビに今話題のアイドルが映ってて話題になり、そこから音楽に合わせてミュージックビデオ風のデートが繰り広げられ、楽しそうな二組のカップル、なんか時代を感じたのぜ。その夜、仲間と別れバイクで駐車場に行くと別の仲間がいて、電気をつけると見たこともないバイクがそこにあり、 F1 並みのスピードを持ちながら、スポーツマシンじゃない大型なバイク、会社の実験走行室から持ち出し、彼がテストパイロットに選ばれたと深刻な面持ち。側面のロゴにはバハムートと記載され、主人公はバハモードって言ってたな。スペルもちょっと違ったし、馴染みがなく読みにくいしね。そこに社の者を名乗る怪しげな男たちが来て、社のシークレットサービスに銃を持つ者はいないと友人が言って、すかさず電気を消し、その隙に主人公がそのバイクを乗り逃走。その間、その男たちはサブマシンガンで攻撃するも取り逃がし、友人は無残にもその場で生き絶えることに。 BMW ぶっ潰しても無傷で走ってたな。主人公はそのまま知り合いの修理屋のところへ行き、この事態を話すも、そこにいた仲間に茶化され、オーナーは明日には何らかの形でニュースに出るだろうけど、お前も時間の問題と忠告。まあそうなるのぜ。怪しい男たちのリーダーは怒りながら主人公の足取りを追わせ、主人公はバイクを少しでも偽装するため塗装で色を変えてもらい、翌日新聞やニュースを確認しても何の情報もなく、仲間から連絡があり、彼は研修のためアメリカに行ったと伝えられ、主人公の部屋には例の男たちの姿も。ただものじゃなさそうだったぜ。だったら逆にマスコミを使い、このことを公にしようと考え、人気アイドルが司会をする生放送の番組に出ることを決意する主人公。出る前に最初に送ったヒロインに電話して番組を見るよう伝える。彼、バイト先で電話番号聞いたって言ってたな。まあ個人情報保護法とかもなくて緩い時代ってとこもあったしね。番組が始まると早速電話がつながり、緊張のあまりカメラの前に立ちすぎた彼、少し離れて顔が見える状態で第一声にバハムート6と話したけど、そのアイドルは何言ってるのかわからず、ババムーチョさんと聞き返す始末。誰もわからなそうだぜ。すると突然、テレビはしばらくお待ちくださいのテロップに変わり、切れちゃったと別の相談に変わったみたいだけど、主人公は引き続き彼女と話し続けてて、そのバイクを局で預かり、専門家に軍用かどうか見てもらいたいと伝え、そのままテレビ局へ向かう主人公。怪しい男たちに傍受されてコントロールされてたみたいだったな。無論その行動は怪しい男たちに監視されてて、道中ではなお仕組まれ、捕まりそうになるもなんとか逃げ延び、捕まえるためとはいえめちゃくちゃやってたぜ。今度は高速でバイク部隊が現れるも、主人公のマシンの驚異的なパワーはアスファルトを削りながら走り、その粉塵でうまく負けたと思いきや、通行止めする車両により別の路線に導かれ、そこには一般車両が一台もなく、彼のバイクに似たバイクに装甲の硬そうな全身スーツで乗る集団が現れ、ワイヤーを使い彼を追い詰め捕まえようとするも、彼があがき逃れて、めちゃくちゃやってたな。一台のバイクがトラックの中に入り、変形が始まり、トラックの荷台が開くと、中から大型のロボットが現れ、網を放ち主人公を捕まえ、彼がそのロボットの姿を見ると、そのバイクも変身が始まり、ロボットになり、その混乱と爆発で彼は高速から落ち難を逃れた感じ。なんかすごい展開だったのぜ。主人公はロボットだとはしゃぐも、追われているのは変わりなく、怪しい男たちは軍関係者で、彼は執拗に追われることになり、その最中彼はこの世界の真実を知ってしまい、それを世の中に知らせるため、軍が行おうとすることを止めるため、孤軍奮闘で抗いながら、ちょっと明確な理由が見えないとこもあったけど、その怒りはすごかったのぜ。まあ一番の原動力はダチのためって部分っぽかったね。その傍らで繰り広げられるヒロインとの恋愛劇、主人公の第一印象は最悪だったけど、なぜか惹かれていき、彼もまた好意を見せながらいい雰囲気になっていくも、彼女の夢のため危ない橋を渡ろうとした姿に怒りも覚え、かなり驚きだったのぜ。さらにこの世界の真実を知り、それを抱え、苛立ちを覚える彼との関係もぎくしゃく、なんてこともありながらも、急展開と見どころもあり、軍もまた一枚岩ではなく上層部と若手の圧力もあり、政治的な絡みを入れながら大
大きく情勢が変わっていき、意外な動きでもあったな。平和で活力があり今がいい時代と人々がつぶやく、そんな時代の中突如戦争の報道が現れ、物々しい雰囲気になるものの街の雰囲気はさほど変わらず、国のためと言って志願する若者たちも多く取り上げられたけど、よくわからずその場のノリでかっこいいからみたいな理由もあり、真実を知る者とそうでない者たちの圧倒的な温度差など、徐々にシリアスな様相を見せながらも歪んだ世界や時間は続いていく。まさに真実を知る者と知らぬ者の狭間でもがく主人公視点の壮大な SF 的ストーリーって感じだったよ。まあその立場が自分だったらって考えると恐ろしさもあるしな。流れとしては当時のイケイケでミーハー、ちょっと不良っぽい、まあどこにでもいそうな青年がなんか大ごとに巻き込まれ、その流れでこの世界の大きな秘密を知ってしまい、そのことを公表しようと抗いながら立ち向かうって感じで、その反面やり方は強引でめちゃくちゃ感はあったけど、軍には軍なりにそうするための考えや理由もあり、決して私欲で動いているわけではないっていうところもあったし、それでもかなり悪そうに描かれてたけどな。立ちに対しての行動やそういった行き違い、何事も隠そうとする、自分たちの都合の良いようにしようとする、そういった汚い大人のやり方ってのに反発を覚えてるところも相まって、半ば主人公の怒りにより事態が膨らんでいった部分もあった感じ。まあ確かにってとこはあったのぜ。OVA ってこともあり若干アダルトな演出も入ってて、今の作品と比べると若干激しめでもあったけど、今ではほぼ見られない結構リアリティのあるベッドシーンが取り入れられたり、枕営業的な描写が取り入れられてたのがかなりセンセーショナルだったね。あれには驚いたのぜ。知り合った女の子たちが皆同じ家に住んでるっていうご都合主義はあったけど、彼女たちはそれぞれ夢を追い、方向性の違いはあるものの共通性のある分野のため共に分かち合いながら、夢のため身を売ろうとしたり、チャンスをつかみ喜んだり、映画を撮ろうと協力してもらい主人公と共に少し真実に触れてしまったりと、さりげなくストーリーに絡む部分にもなってた反面、主人公はバイクに対する情熱はあるものの仲間と共にただ楽しく過ごし、仲間たちもただノリで生きてる、そんな対比も垣間見れるとこあったね。なんかかっこいいから軍に志願だったしな。若者が中心ながら真実を知る者などの思いも錯綜する、癖が強めで少し濃いめの登場人物たちも印象的で、まずはテンション高めでミーハー、女の子とバイクが好きな主人公矢作翔を、当時でいうイケイケでバイクで飛ばし警察に追われるも、隙間や歩道を使ってうまくまくるなかなかのテクニックの持ち主。いや結構無謀で危なかったぜ。特に歩道は。確かにぶつかりそうになってたしね。暴力的な悪いタイプではなく女の子をナンパして遊んだり、仲間とワイワイしてちょっと目立ちながら流れに身を任せてる雰囲気。ゆるさもある目立ちたがりアっぽさあったしな。かなり直情的なちょっと都合心タイプで、仲間思い出立ちのためやヒロインのために考えなしでの行動をとったり、追われてるにもかかわらず塗装を変えただけの目立つバイクで走ったり、相手のやり方に逆切れし思いつきでテレビ出演をするなど破天荒さもある男。そういう手もあるけどまんまと足元救われたのぜ。都合の悪いことには蓋をして都合よくコントロールするような、いわゆる社会に染まってしまってるような大人を憎み、この世界の真実を知っていくにつれシリアスな雰囲気に変わっていき、その憎しみやぶつけどころがない怒りにもがき抗い、相入れられない強大な敵を前に平行線な戦いに挑むって感じだよ。プライドをかけた戦いってとこもあったな。次は夢を追いバイトをしながら努力する美少女高中ゆい。六本木のハードロックカフェでバイトをしながら、ダンサーの卵としてビクターに通いテレビ関係の仕事もしてるっぽく、レオタードでのダンス姿良かったぜ。初っ端正午に惹かれそうになり、電車も止まってて最悪な状況の中怒りをぶつけたけど、彼に送ってもらったことで知り合いに、その愛らしい見た目で彼から好意を持たれ、彼女も意外とまんざらでもない雰囲気も、惹かれそうになった相手に送ってもらいバイト先とはいえ電話番号まで教えてたしな。ブロードウェイの舞台に立つことを夢見て努力し、その夢に近づくためなら枕営業も辞さない覚悟、ただ覚悟はしててもためらいもあり正午の破天荒な行動で救われ、その姿から彼にさらに惹かれていく姿もあった感じ。なんだかんだ言いながら嬉しそうだったしな。しかし夢を持つ友人と3人でシェアハウスして暮らし、夜が遅めで昼まで寝てるなんてこともあったよ。まあたまにはだぜ。次はバイクを取り戻しに来た怪しい男たちのリーダー的存在 DD。 自治軍の治安部隊に所属する軍人で階級は少佐、コードネームのみで本名は不明。軍の若手の中でかなり有力な人物で実力もあり部下からの信頼も厚い印象で、現場で指揮を取るのが多い雰囲気の人物。バイク奪還に動いてたしな。指揮能力は高いと思われるけど予測不能な正午の動きに苦戦を強いられてて、目的のためなら民間人に犠牲が出ても厭わないといった冷徹なスタイル。かなりめちゃくちゃしてたしな。ただ
住民たちは知らない強大な脅威に対抗するために、都市中枢システムを掌握し軍の制御下に置き、この世界全体を守るための行動であり、盗まれたバイクはその情報に関わる極秘の代物で、この世界の真実へと繋がるものでもあったため執拗に追いかけてたとこもあり、正午がマシンを器用に扱う姿を見てスカウトしようとするなど、実力があるものを認めブレインにしようとする、ある種の寛容性みたいなのもあった感じ、多数を守るために少数は切り捨てってなんか聞いたことあるな。権力を集中させ保身に走る上層部のシステムを変えるためにクーデターを起こし、同時に住民に対し戦争をアナウンスして物々しい雰囲気を作り上げたけど、ある意味で人々のマインドを変えさせようとしてたとも思えたね。まあなんとも言えないけど別な意味で理想主義者的なとこもあったな。次は人気絶頂の女性アイドルで誰もが憧れる存在時松リーブ。街では彼女の歌を聴かない日がなく、テレビをつければ大体彼女を見るほど大人気のアイドルで、その愛らしい見た目と高い歌唱力から人気が高く、彼女が司会の冠番組もあるほど、ほぼ彼女一色だったな。ゆえの友人が彼女のバックコーラスに選ばれ大喜びだったけど、メディアの露出が多く誰もが知るアイドルの割に、ライブは一切なく本人が露出することが全くない謎な人物でもあったよ。珍しいタイプだよな。次は正午にバイクを見せて託した仲間中川慎二。もともとは彼がテストライダーとして選ばれてたけど、その見たこともない強性能のモンスターマシンはヤバい代物だと思い持ち出し、正午に見せて相談しようとするも怪しい男たちの登場により彼に託すことになり、その最中消されてしまった最初の犠牲者、さらにその事実はもみ消されアメリカへ研修に行ったことにされた闇の深さがあったよ。恐ろしさや後味の悪さがあったのぜ。次は正午のバイク仲間の一人モーリー。金髪のメッシュを入れてメイクをし、ファンクスタイルのようなエキセントリックな見た目で、イケイケでミーハーな軽いノリの男性。本名は森博樹でバイトなどはしてるけど、軽率な男で特別国家公務員の肩書きが格好いいという理由から軍に志願したよ。なんというかインパクトはあるやつだったのぜ。次は正午たちの行きつけの修理屋のオーナーココ。店名のココナッツからその名が来てると思われ本名は不明。ちょっと渋めの中年だけどその姿から正午はかっこいい大人と認めてるようで、口は悪いけど色々と親身になり正午の良き理解者でもあり、新次から託されたバイクの塗装をしてくれた人物、かなり的確なことを言い正午の命も危ないと忠告してたよ。心許せる大人ってとこだな。次はゆいのシェアメイトの一人で映画監督を目指す村下智美。冒頭で正午たちと遊んでた女の子の一人で、明るく元気でムードメーカー的な立ち位置って雰囲気。正午のバイクを見たこともあり自主制作映画制作を思いつき、正午と共に下調べと調査をしてるときこの世界の真実に少し触れてしまい、そのフィルムの内容も危ういものが多く軍に消されちゃったよ。なかなかショッキングな出来事だったのぜ。次もゆいのシェアメイトの一人で歌手を目指す夢かのうまい。彼女も冒頭で正午たちと遊んでた一人で少し正午に気がある雰囲気も、おっとりとしたマイペースっぽいタイプで料理は苦手。彼女が当番だと冷凍食品になるとゆいはがっかりしてた感じ。それは結構辛いのぜ。イブのバックコーラスに選ばれとても喜んでたけど、ともみの不幸な出来事を目の当たりにし、戦争といった大きな変化に見舞われ、心配した父親から連絡があり実家に戻ることになったよ。精神的ショックも大きそうだったしな。そして前の父親で財界の大物夢家の永遠。ってことは前はすごいお嬢様だったんだな。そうっぽいね。軍需産業として知られる夢家の財閥の総帥で、モンスターマシンを手掛けた会社の持ち主、BD のスポンサーもしてて、クーデター後は財界のトップの力で彼のバックアップを約束し、この世界の真実を知る数少ない人物だよ。渋くて大物感もあったな。それ以外にもなかなか濃いめのキャラもいたけど基本このメンバーで進んでいき、ストーリーのキーとなるのは正午やゆえに BD、そして時松リーブってとこだよ。謎めいたとこもあったしな。そしてその声優陣は渋めでかっこよく意外な人が携わってたりで、主人公の矢作翔吾は作って遊ぼのワクワクさんとして有名な久保田雅人さん。そうだったんだな。雰囲気違ったけど勢いもあってよかったね。ヒロインの高中ゆえは機動戦士ガンダム逆襲のシャアのクエスパラヤなどで知られる河村マリアさん。ああそう言われればだぜ。 BD には北斗の拳の霊などで知られ特徴的な声が印象的な塩沢兼人さん。ほんといろんな役を器用にこなすのぜ。大人気アイドル時松リーブにはホリプロスカウトキャラバンで落選はしたものの、
そこでスカウトされこの作品で声優と歌手デビューした宮里久美さん。あの曲も素敵だったしな。最初の犠牲者になった中川真嗣は、モノマネも上手くタレントとしても知られ、小器用に様々こなす超有名声優山寺宏一さん。あの声はわかりやすいしな。実はこの作品がデビュー作だったみたいだよ。マジか。映画監督を目指す村下智美はアンパンマンのドキンちゃんや、ルローニケンシンの明神ヤヒコなどで知られる富永美衣奈さん。歌手を目指す夢かのうまいはおいしんぼの栗田優子などで知られる昭和由美さん。軽薄な小5の友人モーリーはタッチの上杉達也などで知られる三谷裕二さん。大物ばっかだな。前の父親で財界の大物夢かの永遠は、ルパン三世の初代次元大輔などで知られる小林清さん。ほんと渋くていい声だったのぜ。よき理解者のここは役者としても知られ、隣のトトロのトトロ役も務めた高木仁志さん。あの声トトロだったんだな。なんとなく面影も、枕栄養を持ちかけたプロデューサーは、ハリケンポリマーの鎧武士などで知られる曽我部和幸さん。BD の愛人には機動戦士ゼータガンダムのエマチュウイなどで知られる岡本麻也さんなど、かなり実力の高いメンバーが担当してて、今考えるとすごい人ばっかだな。他にも筋肉マンのロビンマスクなどで知られる郷里大輔さんや、機動戦士ゼータガンダムの神指弾などで知られる飛田信夫さん、さらに板野一郎さんなんかも声優に参加してたよ。すごい遊び心があるのぜ。そして監督には超時空要塞マクロスやその劇場版でも指揮を取った石黒昇さんで、脚本には超時空要塞マクロスにも携わり、サンライズ系のロボットアニメに関わる機会が多い星山博之さん、キャラデザには時松リーブを手掛け、スペシャルゲストデザインとしての三木本春彦さんと、それ以外のキャラを手掛けた平野俊樹さん、そりゃマクロスっぽくなるよな。共にマクロスっぽいキャラだけど三木本さん的な繊細で愛らしい美少女と、平野さんらしいツヤっぽく色気のある美少女って対比もあったし、デフォルメ感も強く当時の若者らしさや、癖のある渋い大人やコミカルさもある男性キャラもまた印象的だったね。どこか既視感も感じさせたな。まあキャラデザっていうより雰囲気がね。絵コンテには石黒昇さんと平野俊樹さんと共に、独特なエフェクトや演出が印象的な板野サーカスで知られる板野一郎さんと、後に監督としても知られ赤い糸で世界的な評価を得る梅津康臣さんが携わり、アクション監督には板野一郎さん。ここで梅津さんも絡んでるんだな。作画監督には引き続き平野俊樹さんと板野一郎さん、三木本春彦さんに、同じく超時空要塞マクロスとその劇場版に携わり、後に平野さんの奥さんとなり夫婦ともども活躍する凄腕の柿の内なるみさんも加わり、すごく安定的な夫人っぽいな。その原画人の層も厚くかなりレベルが高い人が携わり、引き続き柿の内さんや梅津さん、三木本さんに加え、超高密度なリアル思考のエフェクトアニメーションから、デフォルメチックなロリ風作画まで幅広く手掛けるスーパーアニメーター本谷俊明さん、高校卒業後別の仕事をしてたけど、もともとファンとして交流があった山下正人さんからのアドバイスもあり、仕事を辞めアニメーターとして進み始め、原画マンとしてよりもキャラクターデザイナーやイラストレーターとして有名でもある結城のぶてるさん、フリーアニメーター集団スタジオ民の初期メンバーの一人で、うるせえ奴らでは多くのパートを担当した福島義晴さん、機動戦士ゼータガンダムでは作画監督を中心に活躍し、キャラデザの安彦義和さんの代わりにアニメ雑誌の表紙イラストを描き、機動戦士ガンダムダブルゼータや逆襲のシャアでは安彦さんに代わりキャラデザを担当し、非常に評価を得た北爪博之さん。受動とプルの人だな。メカニックの作画を得意とし、数々の作品でメカデザインやメカ作家に携わった伊藤浩二さん、魔物ハンター陽子のキャラ原案といったイラストレーターとして注目を浴びる宮尾岳さん、魔竜戦記の監督としても知られる大江博明さん、カナダ吉典さんから強い影響を受けたカナダ系アニメーターであり、その派生的なエフェクトが山下系とも呼ばれ大きな影響を与えてる山下正人さん、若くして亡くなられたけど、エヴァンゲリオン新劇場版シリーズで特技監督を単独で務めた功績から、新エヴァンゲリオン劇場版では名誉特技監督とクレジットされた増尾昭一さん、アニメのみならず実写映画でも活動し、近年では特撮系の新シリーズで大活躍される庵野秀明監督、結構いろいろやってるな。マクロスつながりもあるしね、機動戦士ガンダム0080ポケットの中の戦争の前話で、メカ作画監督を務めたことでも知られる岩崎聡さん、超時空要塞マクロス愛覚えていますかの動画から始まり、この作品が原画デビュー作でもある吉本金次さん、守って守護月天のキャラデザを担当
当し、プリキュアシリーズの作画監督会では、その可愛く仕上がったキャラたちで人気の高い上野健さんなど、かなりレベルの高いメンバーが集まった感じ。マクロス絡みが多い感じだな。マリサが言う通りマクロス絡みの人がかなり多く、当時劇場版が終わったすぐ後にスライド的に行われ、さらにタイトな納期っていう相当苦しい条件で制作が進められてたため、部分的な作画レベルは高く、まあ全体的にも大きく崩れることはないけど、人物がなんかはところどころ怪しい部分もあり、クオリティのばらつきがあったのも確か。まあ社会に出ると怖くなる可能性が高い言葉でもあるしな。納期怖い。それにそこがガチガチに決まってるなら多少そうなるのは仕方なさもあるのぜ。ただそのレベルがあまりにもひどすぎたようで、両作品に携わりウェイトが高めだった平野さん曰く、長年忙しさもあるこの業界に携わりながら正月休みがなかったのは、この作品が最初で最後だったみたい。さすがにそれはヤバすぎだな。そんなこともあってパート2の制作が決まった時に声をかけられたけど、当時制作してた戦いエクサー1の現場に逃げ込み話を断ったため、キャラデザを梅津康臣さんがやることになり大幅に変わったみたい。確かに完全なる別物って感じやったしな。とは言っても監督はその路線を好む板野一郎さんになったし、リアル路線でハードさもある展開とあれはあれで良かったとも言えるよ。まあ好みの問題ってとこもあるけど、グロさがすごかったのぜ。ただここのレベルは非常に高く、担当シーンによってはすごいクオリティのパートもあり、イブのパートの多くを手掛け作画監督としてイブの修正なども三木本さんが行ってて、イブのキャラ絵に関してはほぼブレることはなかったし、見せ場は少なめだったけど板野さんが見せる宇宙での戦闘シーン、ちょっとグロめの演出と、納豆ミサイルの動きはさすがといったものだったし、あの変則的な動きは印象深いしな。庵野監督が各中盤ロボットに変化しビルに突っ込みながら逃げるシーンは、その躍動感のある動きと爆発の演出などさすがとも言えるし、ヤマタノオロチの逆襲のミニチュア制作と並行してやってたみたいだな。山下さんが各中盤のロボットと飛行メカとの戦いの部分、その見せ方や動きなんかは印象深かったし、梅津さんが描くラストシーンの作画なんかはその少し哀愁が漂う雰囲気と、高密度な書き込みなど圧巻さはあったね。ラストシーンの印象は強かったしな。他にも担当パートごとにばらつきがありながらも、さすがとも言える作画や演出の部分いろいろと散りばめられてたよ。まあスケジュール的な問題が大きかったっぽいしな。美術監督には科学忍者隊ガッチャマンで、大河原邦夫さんと共に日本で初めてメカニックデザインとしてクレジットされ、機動戦士ガンダムをはじめとして風の谷のナウシカなど、数多くの有名なアニメ作品の美術監督として関わった中村美月さんが担当され、当時の東京の街並みの再現とかすごかったし、荒廃した都会の雰囲気とかもまた見どころだったし、ほんと視覚的にこの辺ってわかったりしたしな。こだわりの部分とも言えるメカニックデザインには原画も担当された宮尾岳さんや、過去にも経雑誌ホビージャパンの編集者としても活動し、飛行創世記もスピーダでメカニックデザインを担当、アートミック企画作品としてスターフロントガルフォースを連載し、ガルフォースシリーズの基礎を作ったとも言える柿沼秀樹さんに、柿沼さんと共に飛行創世記もスピーダでメカニックデザインを担当し、パワードスーツやバイクへの変形機構を持った、メカの類が登場するアニメを多く手掛けていることで知られ、世界で初めてフル 3D ライブアニメという表現手法によって映像化された作品、アップルシードの監督として、世界中のクリエイターに大きな影響を与えた荒牧慎二さんが担当して、層が厚いな。正吾が手に入れたバイクガーランドをはじめとして、軍が使用する似たタイプのハーガンや、軍の一般兵士用飛行メカフラッグ、上空で兵士が操縦とともに装備された機銃も撃てるといったユニークなタイプで、ガーランドとの戦いでは見せ場も多かったし、乗るのがちょっと怖そうだけど楽しそうな気もするな。そんな軽い気持ちで乗るもんでもないでしょ。見せ場は少なかったけど宇宙での戦闘シーンで使われた機体なんかもかなりこだわられ、内部の描写やミサイルの発射機構とかさすがってとこあったし、戦争が伝えられた後外戦のように道路を走行したミサイル装甲車 MT-1 ヘルピーコックや、最新鋭の M21 重戦車アナコンダとか架空のモデルになるけど、その時代背景に合わせたデザインとともにそのネーミングがまたかっこよかったね。地獄のクジャクに大蛇ってなんのこっちゃってとこもあるけどな。ロマンだよ。中でもロボットへの変形可能なバイクガーランドのこだわりは高く、もともと飛行創世記もスピーダの後番組としてテレビシリーズでの企画でスタートし、バイクがロボットに変形して敵と戦うという基本設定を踏襲して、玩具として展開予定の上完全変形可能なメカという前提でメーカーへのプレゼンもあり、どうすればスムーズに無理なく変形させられるかを、木で模型を作って切ったり曲げたりしながら色々と試行錯誤して、相当苦労して完成したみたい。変形とかかっこいいけどその
の構造を考えるのはめちゃくちゃややこしそうなのぜ。その過程で機体のサイズから人間が乗り込むためには内部構造はガランドーにせざるを得なく、そのガランドーがもじられてガーランドになったらしく、そのスタイリッシュなデザイン性も相まってすごい可変バイクだと絶賛されたみたい。苦労した絵画ってとこだな。ただ当初制作予定だったタカトクトイスが倒産してしまいテレビシリーズの話がなくなり、その情報から引き戻しておいた企画書をもとに、ビクター音楽産業とアニメグッズを扱うアイドルが制作になり、OVA という形で映像化できた感じだよ。なかなか波乱万丈な立ち上がりだったんだな。そしてマクロスに似たアイドルや音楽的要素が高い作品だけあり力が入ってて、多くの有名アーティストの楽曲制作で関わり、不思議の海のナディア以降のほぼ全ての庵野監督作品で音楽監督として携わり、伊藤銀次さんと共に笑っていいともの楽曲群を手掛けたり、2020年東京オリンピックの開会式で、国家君が代の編曲の担当もしたサギス史郎さんが携わり、超大物感あるぜ。イブが歌い作中でたびたび登場する、背中越しにセンチメンタルや挿入歌の風のララバイの哀愁漂う感じや、プロパガンダに使われるトゥモローブルースのちょっとした物々しさに、エンディング寂しくて眠れないの力強くちょっと変わった感じなどバラエティが飛んでて、エンディング以外は時祭りイブ役の宮里久美さんが歌ってたけど、そこはビクターから紹介依頼を受けた日本コロムビアからの石渡真希さんという方で、ライバル会社同士で同じ歌詞という混乱を避けるため、竹内ゆかって名前にしたらしいよ。まあ確かにややこしくなりそうだしな。そういった経緯やタイトなスケジュールってのがありながら、劇場版マクロスからのスライド組とともにかなりの制作陣が集まり、正月休みもなくってとこもあり、納期優先でクオリティの均一性はってとこはあったものの、なかなか来られたストーリーに、メカ飛び少女といった一大潮流を作り OVA で異例の大ヒットとなったとも言える作品。ほんとすごい話なのぜ。元のタイトルはストーリー性を投影させた抵抗の意味があるオメガゾーンにしようとしたみたいだけど、時計メーカーのオメガと商標権の問題が出るかもと考え、メガゾーンと変えられたようで、へぇ、そんな経緯もあったんだな。ガーランドを追うパトカーに乗ってる警官を、板野さんがこっそりルパンと次元に似たキャラに修正したり、あの界隈では有名な虎のお面をつけて新聞配達をしてる、新宿タイガーさんなんかも登場させて、当時の作品っぽい遊び心のあるパロディーが入れられてるのも印象的。そういう作品結構あるしな。そしてここからはネタバレ要素があるから注意してほしいけど、ネタバレ注意だぜ。まずこの世界はこの巨大都市宇宙船を統括する巨大コンピュータバハムートにより作られたまやかしの世界で、正午のガーランドに書いてあった名だな。住民は東京都内を中心にした限られた世界の中住んでて、バハムートにより完全に情報操作され、洗脳により何の疑問も持たず1980年代あたりをずーっと繰り返してる感じ。ずーっとってどのくらいなのぜ。ざっと500年くらい。500年ってお前。住民は何の疑問も感じず何も知らず最も平和だったとされ、住民でさえ一番いい時代と言ってしまうような時を繰り返し続け、メディアからの情報で東京以外の世界の偽りの情報なども伝えられ、海外に行くための空港もあり旅行なんかもするけど、それは空港で偽りの記憶を得られ行った気にさせられるだけで、何の疑問も覚えず、ある意味最高の時代でぬるま湯に浸かりながらも、情報の統制や行動範囲の強制に洗脳などで作り上げられた、ディストピア的な世界に縛られてる感じ、なんかゾッとする話だぜ。真実を知っちゃうとね、ただ地球環境の悪化が顕著になってきたのが24世紀初頭で、この宇宙船が飛び出したのが2355年という設定、最も平和とされる時代から300年以上開きがあるし、いささか強引さもあるけど、そうでなきゃよっぽどひどい時代が続いたって可能性もあるね。まあ今のリアルな時代で思うとひょっとしたらそうかなって感じるとこはあるけどな。確かにバブル経済前だからもう少しずれるかもしれないけど、バブル崩壊後の日本は失われた20年とも言われ経済的な厳しさが続き、現在も若干継続中な部分もあるし、少子高齢化の流れが色濃く、世界的な水準で見ると停滞続ける経済成長で置いてかれてるとこあるし、明るい話題が少ないってこともあるしね。なんか切なくなってくるのぜ。また時末リーブはバハムートが作り上げた独立思考型の AI みたいなもので、システム上は繋がってるみたいだけどバハムート全体を見ることはできず、システムと分離して独自での行動も可能のようだけど、実態はなくあくまでも CG としての存在、ライブもなく一切露出がない存在だったしな。作詞作曲振り付けまで独自で考え
え、おそらく膨大なネットワークから最適なものが選択され、外れがないものが選ばれてると思われ、憶測だけど国民的アイドルとして住民から絶大な支持を得て、ある種の偶像崇拝的な繰り返しの時代を生きる住民たちに対しての精神安定を図る、カンフル剤的な役割もあるのかなとも感じ、まあ皆が強く信仰する宗教もない国だしな。アニメのアイドルとして絶大な存在感のあるリン・ミン・メイは、作中だけど実在して主人公と絡みストーリーに多く登場し、その感情自体が認識できるある意味等身大要素もあるアイドルだったけど、イブに至っては画面の中だけに存在し、AI によって作られた存在ってとこもあり、まさに初音ミクなんかを連想させる世界初のバーチャルアイドルって側面もあるね。そう考えると感慨深いぜ。軍を中心に一部の人物はこの事実は知っていて、主人公はガーランドを手に入れ追われるようになりその事実を知ることとなり、主人公にとってはこの事実が一般市民に隠されてることが気に食わず、さらに仲間のことも相まって軍イコール敵となり憎むべき存在になった感じ。確かにそんなとこあったのぜ。住民たちが乗るこの宇宙船は地球が最悪な状態になり、生き残った人類を存続させるため宇宙を外遊する目的で作られたもので、タイトルにもなってるメガゾーン2-3が鮮明。その意味は23番目に作られたためであり、最初に作られた01は1950年代のニューヨークが再現されてたらしいよ。やっぱアメリカが最初なんだな。その宇宙船が作られ人類が外宇宙に飛び立った理由は、さっき話した地球環境の壊滅的な悪化って部分とともに、当時資源開拓拠点として植民地的な扱いをしてた火星が、火星解放政府を樹立し反乱を起こし、地球をミサイルで総攻撃して、多くの人類を失いさらなる環境の悪化によってで、地球側も惑星破壊兵器を開発し報復として火星崩壊したけど、火星側も地球から数隻のメガゾーンを奪い独自にも開発をしてて、多くが外宇宙に逃れて地球側と同じ状態って流れ、なんか物々しい話だぜ。そしてなぜ軍がバハムートを掌握しようと動いてたのかは、地球を退治する火星の人類であり敵でもあるデザルグの存在からで、もともとは同じ人類としてたけどその過酷な環境で遺伝子レベルでの改造を行ってて、それで生まれた新人類をデザルグと呼び、何が違うのかとかは本編に登場してないから謎。ちょっと気になるとこだぜ。戦争状態にあった初期状態では地球とほぼ変わらない科学水準で、いくつかのメガゾーンで光線状態になり、地球と同じく多くの艦が犠牲になったけど、いわゆる痛み分けくらいのレベル。その後メガゾーンはバハムートにより生活水準や技術レベルなどもコントロールされ、真実を知る軍でさえ大きく制約がある状況。片やテザルグ側はそういった縛りはなく、さらに外宇宙で異文明との接触もあり科学水準が飛躍的に向上し、メガゾーン2-3と対峙した時には少なくても500年以上の開きがある状況。絶望的だぜ。人類側は絶望的な状況とも言える中なんとかあがいてて、その状況を打開するためにはストッパーにもなってるバハムートの掌握が急務で、そうしない限りこの船の存亡が危うい状況だったためであり、艦及び住民たちを守るためってとこもあったみたいだよ。住民たちに下手な不安を埋め込むよりもこのままの方がいいかもってとこあるし、結果的には BD の思惑もありクーデターを起こし、他国との戦争っていうことにして不安な状況を作り上げたけど、軍としては孤立無援な戦いを強いられ辛い立場ってとこもあるしな。まあ主人公の考え方も一理あり、BD の考え方も必要不可欠なとこでもあって、どちらもどちらの大義のもと行動をしてるっていう複雑なとこはあったけど、何も知らない住人を乗せたままの泥船に乗ってるような状況って考えると、反骨的な青年が一部の人間しか知らない、重要な任務を潰しにかかってるとしか見えないとこもあったね。まあ言われるとそういった見方もできるぜ。そういった要素も相まってラストの哀愁漂う演出もしっくりきて、ああいった終わり方でも良かったなとも感じさせたし、この作品で一つのストーリーとして完成してるとこもだったけど、まあ大幅にキャラデザや作画が変わって、続編としながら別の方向性も示した続編も、少しご都合的な部分も入れながら、まあそういう流れもあってもとも思わせる作品でもあったよ。まあある意味中途半端に終わった感はあったけど、それはそれでしっくりくるとこもあったしな。いやー、1980年代を生きてると思いきや、壮大なディストピア的な世界にとらわれながら、仮初めの平和でいい時代を謳歌する住民たちと、前半の流れをいい意味で大幅に裏切り、壮大な SF 的世界観が描かれた印象的な作品だったね。最初見た時すごいびっくりしたのぜ。
この世界観は広角機動隊に強い影響を受けたマトリックスにかなり類似点があり、そういった話は出てこないけど監督たちは日本のアニメ好きって話も有名だし、影響を受けてる可能性が高そうな気もするね。プラグインするネットの世界観ってのはないけど、洗脳された状態で過ごすディストピア的な世界ってのはまんまなとこあるしな。いやー、アニメって本当に面白いもんですねー。それじゃ皆様、さよなら、さよなら、さよならだぜ。